京内場合は731部隊、第二次世界大戦期の大日本帝国軍に存在した研究機関で、満州に拠点を置き、兵士の感染症予防や治療を行いました。しかし同時に、細菌性に使用する生物兵器の研究や開発を行い、人体実験や細菌散布実験など、非道な行為を実施、あえてペスト菌に感染させるなど、捕虜や現地民に多大な被害を与えたことで、日本史上最も残虐な部隊と言われています。しかし戦後、人体実験をした医師や、部隊関係者のほとんどが沈黙を続けたことで、一切罪に問われることはなく、戦後の医学界や製薬会社で社会的地位を築いたそうです。